HSL、HSV、HS RGB それぞれのカラーモデルにおける色立体の比較。色立体はカラーモデルを3次元表現したものであり、2次元空間における色感と同等である。空間的な次元を追加することにより、色の変化についても多次元で表現することができる。ここで2次元の色感は、通常は色相と輝度、光と影の段階的変化を表し、 色立体はそれらにサイドの変化を追加し、三次元構造においてすべての色を球体により表現することができる。多くの色彩理論家たちは、各々固有の色立体を定義してきた。多くのものが球体であり、またいくつかのものは三次元上の楕円体である。これら提案されてきた色立体は、色をより明確に定義しようと、いろいろな観点でデザインされてきた。 フィリップ・オット・ルンゲとヨハネス一点による色球体は典型的な例であり、その他多くの色立体の図法の原型となった。ルンゲと一点によるモデル化は根本的には同一であり、次に記す基礎を形成している。純色であって、等しい明度において最も彩度を持つ色は、色球体の外周の赤道に当たる部分に配置されている。色感において、補色同士が、 相互に体となる位置にある。赤道に当たる部分で切り出して、球体の中心に向かうと、それにつれてサイドは低くなり、最終的には中心軸においてサイドのないグレーになる。色球体を縦方向に移動すると、色は頂上に向かうにつれて明るくなり、そこに向かうと暗くなる。上側の極では、すべての色は白へ集約し、下側の極では黒へと集約する。 色球体の縦軸は黒から白へとその距離に応じて変化するグレーである。すべての殉職は球体の外周面に位置し、上から下に移動するに応じて、明から暗へと変化する。すべての非殉職は球体の内側に位置し、同様に明度は上から下へと明から暗に変化する。美術家、美術批評家においては、色相、明度、 サイドの3種類の値を利用するのに、色立体は有用である。HCL 色空間や HSL カラーモデルで、モデル化されているように、一つの図法として、絵画の描画や美術の解析に用いられている。等色層面とは、色立体を無彩色を含んだ面で切った断面。一般的に縦軸に明度、横軸にサイドが設定され、同一色層において、明度、 サイドが変化した時の色の変化が表示される。単一色層で描かれる場合と、無彩色を挟んで、対抗色層との二色層で描かれる場合がある。等色層断面、等色層平面とも呼ばれるが、オストワルト標色系のように三角形で描かれる、場合は、等色層三角形とも呼ばれる。ありがとうございます。